はい、こちらガレージです。いつもたくさんのご視聴ありがとうございます。はい、セドリック、グロリア、どっちにしようかな。もうグロリアにしようか。グロリアの、塗装にやってきました。ざーっとね、あの後ろの、クォーターっていう部分を、2000番のペーパーで、まあ足付けってやったけど、バーッと削ってね、汚れとか落として、で余分なまあワックスとか、油分とかいうのを落として、それからスプレーが乗りやすいような状態にして、まあダッシュもしてね、でマスキングして、今1回目を捨て拭きっていうやつをバーッと全体的に、日産純正の805っていう、805やったかな、注文してたやつが届いたんで、今日から塗ってまいりたいと思います。まあ3回、4回、5回ぐらい重ね塗りをしてね、あの缶スプレーなんで、あの塗膜が薄いんで、何回か焦らずに時間を置いてね、乾燥させて薄く塗る、乾燥させて薄く塗るっていうのを何回か繰り返して、だんだんとこう厚みをつけていくって感じですね。まあうまくいくかどうかは分からんけどね、色がまあこの垂れるか垂れんかギリギリのところを攻めてね、あの濃くというか、ね、あの塗膜を厚くしていかないかねんけど、まああれ、スプレーして、それから最後、クリア拭くんやけど、まあそこまで今日行くかどうかはちょっと分かりませんけど、最後までご視聴のほどよろしくお願いします。はい、じゃあちょっと次2回目いきます。じゃあ行きます。
はい、終わりました。クリアがね、今、終わって、もう一本丸々使い切って、マスキング剥がして、今乾燥中です。まあ乾燥するのにやっぱ、最低でも2、3日はかかるんで、それ完全に乾き切ってから、もう一回ね、あの表面を慣らすっていうかね、あの、コンパウンド削って、あの、どうしてもクリアのね、ボコボコっていうかね、サメ肌っていうか、あの、ゆず肌っていうかな、あの、そういう塗装した後、独特のあの、肌になるんで、まあそれを綺麗にすると、まあ綺麗な、あの、表面になるんじゃないかなと思います。あの、今回うまくいきましたね。うまくいったというかね、あの、色やね、やっぱ色によって、この塗装の難しさ、簡単さっていうのは、やっぱあるよね。あの、こういうソリッド系っていうかね、あの、メタリックじゃない色。僕のあの、クラウンの真っ黒とか。これももう、要は、ベージュっていうかな、クリーム色みたいな色。あの、ムラが出にくいですね。意外と、あの、垂らすことなく、均等に、うまく塗れたんじゃないかなと思います。まあ、耐久性はね、あの、缶スプレーなんで、若干やっぱ、普通のガンで塗るよりも、耐久性は落ちると思うんだけど、パッと見、缶スプレーで塗ったかどうかっていうのは分からんのじゃないかなっていうレベルに仕上がったんじゃないかなと思います。あとはね、あの、ちょこちょこサビのところはもうそのまま塗ったんで、あの、この辺は、あの、おいおい、まあ、タッチペンとか、パテとか、そんなんで修正、もうちっちゃいギスなんで修正できるかなと思います。上のピラーまでね、行こうかなと思ったんやけど、もうあそこはもう、まだサビの処理っていうかね、パテ、あの、削っただけじゃやっぱ表面、面が出ない。あの、えぐれてるんで、もうパテ埋めてから、パテかまあハンダで埋めて、それからタッチペンで今度は塗っていこうかなと思います。すごいな、この場所だけすごい綺麗になった。もうね、トランクとかね、他のドアとか見ると、なんかツヤないっていうかね、あの、でも磨いたら綺麗になりそうやね。ここもね、あの、2000番でわーっと擦ったらすごい綺麗になったんで、まあ軽くね、コンパウンドでしばらくは、外装は、擦り倒せば、少々の汚れは取れていくと思うんで、まあそれからね、あの、ワックスなり、コーティングなりしていこうかなと思います。まあ、今日はね、ほんと、あの、ちょうどいい天気ですね。あの、風もそんなになく、気温もまあまあ高いんで、塗装するには持ってこいの日でした。これ雨の日とかやったらね、あんまりうまくいかんかったりするんで、ね。まああとちょっとね、あの、ホコリとか、ちょっとゴミが付着したんで、その辺は、まあ乾燥してから、ちゃちゃっと取れば、あの、問題ないと。思います。さ、これね、まあ、塗ったばっかりは意外とよく見えるんやけど、しばらくするとね、結構アラが出てくることがある。はい、まあそんな感じで、なんとか、ここの大穴の処理、うまくいきそうです。まああと裏をね、ちょっと、錆止めとか、錆の処理をしとかんと、銅板って錆びやすいんで、変な錆が出るっていうことなんで、まあ、どうするかな。サビ止めスプレーを塗るか、まあ、パテでちょっと、パテを塗っとった方がいいかなって感じがするんだね。まあ、ちょっといろいろあの考えて処理はしときます。絶対こう弱いんで、ね、ぐっと手で押したらもうボコッといくんで、危ないよね。はい。まあ、そんな感じでグロリアの方、どんどん仕上げていきたいと思いますので、これからもクジラガイジ応援のでよろしくお願いします。はい。今日は以上です。ありがとうございました。